力を見てみたい。評価決めようと思うんですけど、はい、たわしさんのペン多分なんでこれ。どうで始まりました、もちゃチャンネル。さあ、これはですね、いよいよ大学受験に挑戦する丸井るいさんでございます。ビチュビチュ七郎のるいです。七郎七郎丸井、七郎丸井、ハマイと丸井ってなんかずっと言ってますね。そうそうそう、七郎丸井がやっていくんですが、はい、まあ吉本の笑い芸人で、あ、吉本坂とかにもいましたもんね、そういえば。そうですね、あの永久冬眠の永久冬眠冬眠しちゃったんですよ。はい、全然やってないですもんね、あれね。はい、冬眠っていうアイドル史上聞いたことないワードが出てきて眠るっていう、活動休止ってことですね。はい、いつ起きてたんだっていう、うん、私はこの丸井さんなんですが、いよいよ受験やっていくんですけど、はい、まずそもそも何からやっていったらいいかもわからんということで。本当にわからないです。なんか中学から一回やり直さないといけない気がしてて。なるほど、今日ちょっと実力を見てみたいんですね。はい、これも難しいと思うんですけど、ちょっと何ですかそれは。私の本、一から鍛える英文法入門編。英文法か。はい、でもやっぱ一番の難関は英語ですか。まあ英語できれば選択肢がめちゃくちゃ広がります。でも本当に私5教科で一番得意だったのが国語で、はい、苦手だったのが英語なんですよ。そうだったんですね。はい、いや多分めっちゃむずいかなと思うんですけど、とりあえず見てみます。動画が成立するかは不明です。もしかしたらお蔵入りかもしれない。やだー。はい、であと教科決めようと思うんですけど、はい、社会科受けたことあります？世界史日本史とかってやったことあります？なんか受けなきゃいけなくて。あ、そうだ、はい、総合性の高校でも必修ですもんね、そもそも、ね、そうですね、はい、でも日本史を取りました、私は。危うく評定2取るとこでした、ね、授業寝てたんですよ、ずっと。そしたら2になりそう。でも3でした、頑張って。よかった。はい、じゃあ英国日本史でとりあえずじゃあ教科は決定、はい、しましょう。はい、そんな中じゃあ問題いよいよ解いてみるんですけど、はい、マジでわからないです、できんのかどうか。英語が一番本当に、あ、ちょっとやばい。いや、まあこれでもわかんなかったらね、英検3級とかもね。なるほど、英検3級の問題もあるんで、はい、すごい。さあどれぐらいなのかできますか。そうですね、これまあ七郎ですけど、浪人の先輩たわしさんのペンだと思うんで、これ受かられたんですか。受かってないです。あ、たわしさん、あのずっと東大受験してる人、ドラゴンホリーで。あー、多分たわしさんの忘れ物だと思います、これ。すごい、ちょっとじゃあ魔力を。はい、魔力、魔力を宿ってますからね、いけます。ずっと受かってないですけど、ね、東大浪人五郎とかですか。五郎意味わかりますか。わかると思うんですけど、プレーン、プラン、マンチェスターエアポートなんですよ、はい、空港、うん、で、アキちゃんは、うん、マンチェスターエアポート、これなんだ、プラン、プランはアプローチ、提案するってことかな。アプローチは提案じゃないの、アプローチ、なんかアプローチってそういうことですよね、なんかアプローチ。3ですね、これは。できました。あ、はい、まあ多分何にも分かんないと思いますけど。これ大丈夫なんですか、こんなに分かんなくて。はい、分かんないってところを出すしかないですね。1個目、うん、なんて言ってました、最初。単語を多分覚えるのから始めないといけないと思いますけど。あきちゃん、はい、プランプランじゃないですね、これね。これ計画じゃないんですか。計画じゃないです、これプレインです。プレイン、あ、待ってください、プレイン、はい、え、飛行機。そうです。あ、飛行機か。はい、飛行機でマンチェスターエアポートだから、はい、アキちゃんはマンチェスターエアポートに行く飛行機にアプローチ、気づく、気づく。アプローチは近づくですね。近づくか。はい、だから接近してますって言いますね。なるほど。プレインがだからマンチェスターエアポートに着きますって言って、まあ3が正解です、近づいてるところです。え、私正解なんですかこれ。はい、正解ですけど理由むちゃくちゃなんで正解にはならない。なんかでもこれアキちゃん、うん、でこれが何だかよく分からなかったけど、うん、まあ、動詞じゃなかったとしたら動詞入れなきゃいけないのかなと思って is を選んだんですよ。ああ、なるほど。いや、1も2も動詞なんですけど、アプローチが動詞です。
でもなんかあれですよね、ING 系にすると動詞じゃなくなるみたいな。ああ、はいはいはい、そういうのは微妙にありますね。はいはいはい、ちょっとでもよくわかんないな。多動詞とかってわかんないですよね、多分ね。わかんない多動詞。そうそうそう、これ全部そうなんです。多動詞だから前置詞つけちゃダメよっていうのが1番2番3番の問題。多動詞だから、あ、前置詞ってわかりますか。前置詞、前に置く詞ですよね。そう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 、前置詞 to とか in とか of とか。そう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 、あ、だから前置詞つけちゃう。次もそうですね、 discuss。 私たちはするつもり、うん、私たちの、そうですね、めちゃめちゃヘリに、ヘリがアプローチングします。はい、大丈夫ですか、喋ってて。飛行機、あ、これ飛行機がアプローチングですか、まさに。お、これ飛行機ですか、ヘリですか。飛行機ですね。飛行機か、プレイン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 。まず中学単語からだな小倉優子さんと同じだな。あ、一緒なんだ。単語でやってる、ね、彼女も。私たちはするつもり、私たちのプロジェクト in the 次の月のミーティング、うん、おー、違うんですけど、まあ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 、まあ、まあ間違いじゃないです。マンスリーっていうのが、マンスリー、あ、月例ミーティング。ああ、そうそうそう、そういうことですね。だから次の月のミーティングというのは、まあ、間違いではないです。はい、もしかしたら今月かもしれないけど、月ごとのミーティング。はい、はい、そっか。で、はい、ディスカスっていうのが喋るっていうか、お、あの、はいはいはい、そうです、そうです、こういうことですね。はい、そうです、ディスカッションの、ディスカッション、なんでディスカスするっていうことで、ディスカス様。そうなんですよ、これもそう、なんとかについて話すって言って、まあ普通はアバウトつけて間違えるっていうのが多いんですけど、まあオブつけちゃってるんで多分何も分かんないもうマジで適当に、うん、なんか語感がいいのにしました。次はどうしましょう。テッドは2人の息子がいる、はい、モツだから、はい、2人の息子がいて、その息子たちはとてもマッチ、とてもマッチと、すごい似てる。ああ、そう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 、リゼンブルの意味は分かんないけどとりあえず二人の息子とても、リゼンブルってなんだ。リゼンブル、うん、なんかなんかのとこが似てるんですよね多分。いや、リゼンブルが似てるなんで。あれ、マッチは何ですか。そう、マッチってとってもです。あ、とってもか。じゃあとっても似ているっていう。そうそうそう、テッドに似てるんです、二人の息子が。似てる場合、はい、答えは3で似てるですね。え、こんな3続くことあるんですか。そんな理由そこ、そう、これもだから前置詞つけちゃいけないってやつですね。なるほど、はい、っていう感じです。ちょっと4は難しすぎますね。だからそのこれ難しいんですか。そのレベルだと4はめちゃめちゃむずいけど、まあ3で合ってます。なんで全部3じゃん全部3。え、これはどういう意味ですか。この本が置いてあるっていう意味ですね。そこにただテーブルに、そうそう、テーブルの上に置いてあるっていうだけで。オーバーゼアってあっちってことですか。そうです、あそこ、あそこのテーブルの上、はい、はい。ちょっとじゃあ今から参考書一番下のレベルのは何ですかって聞いておきますんで、はい、それを手に入れて、もう下の下でお願いします。はい、ちょっと英検3級の問題をやってみます多分ね、むずいと思う。3級もこれだと、はい、私関係3級を取りました。お、じゃあ関係ないわ関係ないか、はい、もうやだよ、はい、英語ちょっとやってみて。うわ、これはでもこっちよりは難しくないですか。こっちよりは簡単ですけど多分難しいと思います。あの、だってこれ今やったら高校レベル、これ中学レベルですから。中学レベルか、そっか、多分解けない解けないんで、ちょっと上の方数問ちょっと解いてるとこも声出しながらなんかやってください。わかりました、はい、1から15までちょっと今そのどの参考書ですかっていうの聞いてきますんで私。はい、じゃあちょっと解いてます、はい。みんな勝手にルール作りがち。単数だったらなんだ。でも単数ってなんだそこかい